もうすごくいい家に住んで、はい、シャネルさん来て、はいはい、ちょっとストーカーされたり大借金というか、はい、グラビアってもその当時28歳そうですねっていうことはあんまり長く続きませんよね。そうなんですけど、はい、私もそう思って、はい、そもそも年齢に関係なくグラビアっていうのは大体3年ぐらいでもう寿命が、はい、っていうふうに事務所の社長からも言われてたので、はい、グラビアをやりながら何か他のことをして、はい、お金を稼がなきゃいけないっていうふうにはずっと思ってきてたんですね、はい、31ぐらいですかね実年齢で、ぐらいに、一応起業をしまして。何をしたんですか？ワインの輸入業を始めたんですね、はい、なんですが、そのワインの輸入業以上に面白かったのが株式投資だったんですね、はい、起業されてる先輩たちから、はいはい、仕事のこととか聞きながら仕事を進めていってたんですけど、仕事の話が一通り終わると株の話がすごく盛り上がって、私は当時株っていうのはちょっとギャンブルみたいなイメージが当時はまだやる前だったので強くって、いや、はるかちゃんは株やらないのって言われて、いやなんかやったことないんでちょっとギャンブルっぽくて不安ですって言ったら、まあ、今はちょうど新興市場バブルの時期だったんですね、はい、2004年2005年ぐらいです、はいはい、それぐらいの時期でそこそこやっぱりみんな儲かるし、あなたの会社の社長として経済に関わってるんだから、はい、少しそういった株だとかそういったものもやってみてもいいんじゃないっていうふうに言われまして、はい、じゃあちょっとやってみようということで、まあ、でも当時起業もしてましたからお金そんななかったんですけど、はい、まあなけなしの300万円を資金に株式投資を始めたんですね、はい、そしたら右肩上がりで株価が、はい、特に新興市場のものが上がってたので、はい、特に勉強してなかったんですけど、うん、波に乗ってどんどんお金が増えていったんですね、はいはい、結局300万あったお金が、はい、一番ピーク時で多分5000万を超えて、怖くなかったんですか？当時は本当に最初からうまくいきすぎるぐらいどんどん、右肩上がりで金額が上がっていったので、はいはい、怖いっていうよりかはもっと儲けないって気持ちが強くて、結局1年後にライブドアショックが起きるんですよ。まさに当時私お仕事してそのワインの仕事の後に腕時計の仕事もしてたので、もういろいろなことしてたんですけど、腕時計の仕事でちょっとスイスにたまたま行ってて、その時に堀江さんが逮捕されたというニュースが流れて、ライブドア持ってなかったのでよかったなんて言ってたんですよ。そうしたらもう新興市場全体がもう一気に叩かれて、当然私が持ってた株は全部新興市場のものだったので、全銘柄大暴落していって、1年かけて5000万になったものが、ものの1週間2週間で1200万ぐらいになったんですね。でもう退場しようと、勉強しようと、何にももうね、なんかこうちょっと調子に乗ってたんですよね。何にもしなくてももう勝てたんで、本当にラッキーで300万から5000万になっただけだったので、1200万って言ってもプラスにはなってたので、そうですね、そこからやっぱりちょっときちんと初めそこで初めて勉強するっていうのもひどい話なんですけど、でも住まいを変えるとかどん底まではいかなかった、大きな家から近場のちっちゃな家に移って、もう一回引っ越しましたかね。もうちょっと場所が離れたところに、でも、ただで転ぶようなはるかさんではない。いやいや、まあでも本当に転んで初めて勉強しないとダメだって気づいて、株の勉強して、もともとまあそれやりながら私実はグラビアもやってたんですよ。実はまだやってた。実は言うと37歳までグラビアをずっとやってて、当時はまだグラビアやりながら、会社もやって株式投資もやってて、っていうので、株アイドルみたいなので、なんかちょっと出してたりとかもしてたので、株の本を書いてみたりだとか、ちょこちょこなんかそういう株ドルの仕事もしたりしながら、株ドル、はい、株アイドルで株ドルで、そういうので食いつないでいったって言ったらいいんですかね。まだまだそっから先も。そう、ここでですね、また婚活を始めたんですね、それが37歳の時なんですけど、婚約までしたんですね、はい、今度またお金持ちですか？そうですね。地方で、大きくお商売をされてる方のご子息みたいな方で、いいところのお茶だったと思うんですけど、結婚っていうふうに進んでいったんですけど、
まあ、とにかくグラビアは当然やめてほしいということで、まあ、当然結婚してやるとは思ってなかったので、しかももう37歳もだいぶ潮時だというのもあって、はい、引退しますっていう宣言をして、はい、ファイナル DVD で、ちょうどねそれが37本目の DVD で、まあ、そうですか、年齢も37歳だったので、はいはい、まあ、いいあれだなと思ってこう、ファイナルっていうね、出したんですけど、はい、その後に彼のお母様にグラビアがバレてしまいまして、はいはい、まあ田舎のすごく名家みたいなところのお母様なので、はいはいはい、とんでもない怒りでですね、はい、もう絶対に別れさせるっていうことで、はいはい、でいや最初その彼も、はい、まあ、自分もいい大人、30も超えたいい大人だし、うん、親の言うことなんか聞いて、うん、あの下校やめたりはしないって言ってたんですけど、はい、だんだんこう板挟みで、うん、彼の方の心が病んでいってしまいまして、はい、もう最終的にはもう錯乱してしまって、はい、もう結婚やめたいっていうふうに向こうからも言われてしまって、はい、そうは言っても私もう結婚するっていうんでグラビアも引退して、はい、起業した会社も全部ダメになってしまってて、はいはい、そんないきなり困るよみたいな感じに、ね、まあ、当時の私はまあちょっと極端で自分で稼ぐか、はい、結婚して養ってもらうか二択みたいな、はい、きちっとけじめつけてらっしゃいますよね本当に極端で、まあ、それがね、うまく多分いけばまあいいのかもしれないですけど、はい、まあ、うまくいかなくなって、はい、グラビアは引退しちゃうわ、ね、もう大変なことになってしまって、はい、どうしましょう、はい、そこでまたご自分の営業でもその後まあネットワークビジネスみたいな MLM みたいなのもやりましたし、まあ、自分のいわゆる下の方の、はい、ネットワークですから、ネットワークのピラミッドの下の方の方に好かれてしまって、はい、ストーカーっぽくなってしまって、またそれでなんかこう、あ、これあんまり良くないっていうことで、はい、会社自体もそのちっちゃな会社だったんで、傾いてきちゃったっていうのもあって、はい、またその頃に新しい恋人ができて、彼はアメリカのロサンゼルスでビジネスをやってて、かっこいいじゃないですか。私はもう海外行きたいってずっと思ってたんで、はいはい、何もこう、あもかも捨ててもアメリカ行こうと、はい、でアメリカ行ったんですって、はいそれをもうさよなら日本とかも思いながら行ったんですけど、これがどういうわけだか、彼はもうアメリカで7年も8年も仕事をしてたはずなんですが、はい、私が行った途端にこう経営が苦しいという話になってですね、うん、一応婚約結婚するという形で私もアメリカに行ったので、はいはい、まあ、お金を貸して、お金も当然返ってくるものだと思って貸してたわけで、あ、うん、げたわけでは当然ないんですけど、はいはい、結果あげたような形に、まあなってしまって、はい、アメリカにもいられなくなってしまって、どれぐらいお金あげたんですか？そうですね、まあ、でも今にして思うと数千万っていうお金なんで大したお金ではないんですけれども、私も本当にバカで全部貸しちゃったんですね、はい、でも帰ってくると思うからまた貸すんですよそうですね、もう帰ってくると思い込んじゃってたので、はいはい、うまいこと全部本当に楽なくなってしまう。この手ですよね。手なんですかね。ねでも今でも5000円ずつ返ってきて、5000円って一生かかっても5000円ずつ返ってそうなんですか。なんかまあもうあまり値段上げてとかも言わないんですけど、はい、じゃあみんなお金上げちゃってまた日本に戻って戻ってきて、はい、はい、また何もないところ、食なし、家なし、貯金なしっていうもうひどい状況から日本帰ってきてスタートして、はいはい、派遣とかでアルバイトをしたりしながら、やっぱり自分で仕事をなんかやっていかなきゃっていうので、はいはい、最初は料理研究会になりたいとか言ってたんですよね、はい、で料理の仕事もやっぱりやりながらなんですけど、はい、これはやっぱりこうとてもじゃないですけど豊かになるまでは稼げないなとかやってるうちにだんだん分かって、アルバイトをし、料理研究家とかもいろいろやりながら、本を出したりとかもしながら貯めて、でまた株だって言って、株だ投資だっていうので、いろいろ投資の方で復活をして、少し資産を増やして、すごいですね。もうゼロぐらいになって日本に帰ってきたね。またすぐそうやってやっていけるんですね。すぐでもないです。本当1年間は地獄のようにも何ももう贅沢ももちろんしないし、はい、なるべくお金を貯めて、はいはい、詳細が終わりなんですね。いや全然本当にいつももうアッパッパッパッとしてて、すごいですね、山と谷なんか株でうまくいくようになった、まあ、そこそこまた持ち
し直して、はい、そこからビットコイン、はい、きっかけは何ですか？きっかけはもともと株の本とかを出してたので、はい、出版社さんの方から、はい、七海さんはビットコインとかやらないんですかって2015年に言われたんですよ、はい、2015年ってまだ結構早い情報でやってみたいと、はいはい、新しいものはやった方がいいっていうのが常にあって、はいはい、で株ドル七海春香が初めてビットコイン買うみたいな、はい、たかがビットコイン買うだけで本になっちゃったんですよ当時は。すごい当時はビットコインを買ったことすらない人がほとんどなので、はいはい、まずどうやって口座開設して買うのかってどこからだったんだと思うんですよ、うんうん、でも正直ちょっと説明されても分からなかったんですよ、はい、よく分かんないけど、まあ、本を出版したので、はい、記念に1ビットコインだけ買ってみようと、はい、その時に高飛びもあったんですよね。する時はまだ買ってなかったんですね。なのでその出版記念っていうのが初めて買った、はいはい、それが1ビットコインが6万円だったんですよ、はい、大体約6万円、はいはい、でも2016年の1月ぐらいになったら10万円ぐらいになってて、ええ、どん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 あれよあれよと上がってって、はい、で本格的に始めたのは結構遅いんですけど2017年の6月ぐらいから、はい、よしこれからの時代はビットコインだって、うん、こうなんかこう自分の中でふと、うん、はいはい、腑に落ちたっていうんですかね、これは間違いないっていうような確信が持てたので、ずっと上がってたわけですか？そうですね、まあ、上がって下がってしながらなんですけど、うんはい、2017年の8月くらいに30万だったのを覚えてるんですけど、はい、それぐらいの時期にビットコイン塾みたいな塾もやって、はいはい、まあ、なんでビットコインはこれから上がるって言われてるのかなとか、うん、そういった解説をする塾もやったりして、はいはい、ビットコインとか買ってないです。私は株なども一切やらないんですよ。はい、今600万とかする。今日で多分620万ですか。今やっても遅いですよね。いや、そんなこともなくてですね、ビットコインも1000万とか1億まで行くとかいう人もいるので、はい、今後どうなっていくのかっていうのすごく聞かれるんですけど、はい、遅いか早いかっていうので聞かれると全然遅くはないっていうふうに私は思ってはいるんですね、はいはい、なんでかというと社会情勢が不安になると上がる傾向にはやっぱりあるんですね、はいはい、例えば、うん、いろんな国が自国の通貨を信用できないってなった時にビットコインに変えようだとか、はい、不安な国が多ければ多いほどビットコインにはお金って結構集中するので、はい、まだまだちょっとコロナとかで混沌としてるじゃないですか、はいはい、やっぱりビットコインにはこれからも少し価値がまだ高くなる余地はあるんじゃないかなっていうふうには思ってます。ずっとお話伺ってるとご自分をプロデュースされることがすごく上手で目標を定めてそこにこう行くんですね。ビットコインクイーンっていうのも、はい、商標登録を一応自分で申請してもらっていて、はいはいはい、だからこれもやっぱビットコインっていうのが流行った時にビットコインクイーンっていうのを取っておけば、はい、何かに使えるだろうっていうので、はい、最初からここって決めて行動するようにはしてます、はい、すごいですね。ああ、これもプロデュースであり営業ですね。肌とても綺麗ですし、うん、なんかされてんですか？今これからちょっと仕事としてやっていきたいなと思ってるものの一つで、はい、幹細胞っていう、ああ幹細胞、ね、すごく今もこれ流行ってるんですけど、はいはい、まあ、幹細胞っていうのを点滴をちょっとこれから仕事とかにもしていこうかなとも思っていて、自分がやっぱり打ってみて初めて打った段階でも効果を感じたので、これをもうちょっとね、あのお仕事になるかな、またお商売の目がどんどん自分もまあ受けていきたいので面白いかなとも思ったのか、すごい前向きで本当に目標を定めるとか自分がそこに追いつくようにする。すごい今日はものすごい得したお話をいっぱいいただきましてありがとうございます。